中本直樹のなんてったって歌謡曲。はい、皆様こんにちは。中本直樹のなんてったって歌謡曲のお時間でございます。8月4日、8月2日、要するに2日前ですね。2日前になんと73歳になりまして、誰も祝ってくれなかったかなどうだったでしょうか。それはじゃあ、置いといたとして、今日のゲストは、日本を代表する、そしてアジアを代表するブルースシンガー上田正樹さんが、この子はいいんだよと力説をしていたよしえちゃんを今日はちょっとお迎えして、いろんなお話を伺っていこうかなと思います。よしえ N、 こんにちは、よろしくお願いします。はい、お願いします。よしえ .N、 これがアーティスト名、はい、アルファベットでね。ドットはお好みで呼んでも呼ばないと冗談ですけど、よしえんじゃん、それじゃあ。よく言われます、よしえんって。フランスの人ですかとか言われて、よしえん、そうだフランスの人ですか。よしえ N です。お願いします。はい、お誕生日ちょうど2ヶ月違いですね。さあ、そうだね、はい、そうだ、10月の2日だからね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。10月来たら先に言っときます、はい、ありがとうございます。いただきました。今日はね、あの中のお誕生日祝いをね、はい、持ってきていただいて、甘いもので、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ。はい、よしえちゃんの簡単なプロフィールでございますが、横須賀出身、はいね、怖いところでございますが3歳から歌を歌い始め、7歳の頃よりピアノを習う。その後、10年間マーチングバンドでフルートとメロ、ん？メロフォン、メロフォン、そうなんですよ。メロフォンってどういうの？メロフォンってあのトランペットよりこう一回り大きいみたいな見た目的には印象なんですけど、マーチングバンドでは特にアメリカから出てきてるんですけど、うん、ではもう割とこうソロとかを取るような主流の金管楽器なんですよ。音はこうホルンよりちょっとこう強気な感じの、強気な感じでいいね、出るんですけど、その表現方法がいいよね。本当ですか、うん、そうなんですよ。はい、なるほど、分かりました。そうなんです。7歳から習って、その後10年間ということは、まあ子供の頃にそんな大きな、楽器を、そうですね、使ってたと。小学生の後半からフルートだったんで、うん、メロフォンはもう高校生ぐらいでした。はい、なるほど、ね、でも結構こう腰にこう来る感じの重さが、うん、腰やられちゃう系、若干、はい、ありましたけど楽しく吹いてましたで、幼い頃から常に音楽に触れることができる環境で育つということなんですが、はい、これはどういうことなの？そうですね、やっぱりそうなんです。両親がやっぱり音楽好きで、特に父の方は、まあ、演歌系ですけどプロを目指してた時期もあったみたいで、ね、母もなんかのど自慢とか興味あったりとか、でやっぱ子供たちにはなんかこう正しく、うん、こう自分たちがこうできなかった分も含めて、うん、なんか基礎から音楽に触れさせてあげたいとは思ってたみたいで、でも3人姉妹のうち唯一末っ子の私がそのまま音楽のまま進んできたみたいな感じですね。まあ、両親ができなかったことを娘に、まあ、子供に託すというのはよくね、はい、あるありありあるある、うん、そうですね、話ではあるけどね、はい、まさかブルース方面に行くとは思ってなかったみたいですけどこの頃はまだ R&B とは関わり合いがあんまりない。そうですね、でもそれでも高校生の時に、うん、もう本当に世界中で大ヒットしたあのプロフィールにも書かせてもらってるんですけど、ローリン・ヒルっていう黒人の女性シンガーで、はい、天使にラブソング2に出てくる方ですけど、このアルバム姉2人とも持ってて、うん、でも両側の部屋から聞こえて、うんうん、かっこいいなと思って、で安室奈美恵とかがもう全盛期だったんですよ、私の高校生の時。で安室奈美恵さんもローリンヒルに憧れてて、うん、でなんで沖縄行かなかったの？そうなんですよ、顔はよく沖縄っぽいって言われるんですけどいやね、なんとなくね
そうなんですけど、沖縄顔だよね。沖縄にいたのかもしれないけど、いやいや、あのそれであのでまあいろんなこう興味と環境にもその姉の影響とかもあったりして、うんうん、でそこからこう、まあ、いろいろこう広げていって、うん、でさらにはもう80年代70年代、うん、60年代まで聴くようになって、うんうん、まあ、やっぱり英語圏の曲がやっぱり好きで、そこからこう今にこう反映されたという感じなんですけど。英語はもうネイティブに喋るの？ネイティブまでは言ってないとは思いますけど、うん、独学なのでほとんど、うん、でもすごい好きでした小さい頃から。でも普通に会話はできるんだ。そうです ね、 ね、はい、やっぱり横須賀だね。いや横須賀が影響してるかどうかは、いやしてんじゃないの、好きなうちですけどなんかだってこう全部こう今日の曲目を書けたってスラスラスラとね。そうですかね。 俺だったらカタカナで書くけど、ね、いやもうそれはもうお好みでそうですね、好きでした英語は前から。まあ、そういう感じで、まあ、ライブハウスとかホテルで、はい、歌い始めて、その後なんとあの上田正樹さんに出会うわけでございますね。はい。で、上田さんプロデュースで、3枚のアルバムを発表していて、ジャマイカのリズムセクション、スライアン・ロビーら、多くの著名なアーティストも参加する作品は高い評価を得ています。はい。現在は上田正樹のメンバーとして、また自身のソロプロジェクトのライブ活動やレコーディングと幅広く活動中でございますということで、はい。まあ、僕が会ったのは、まあ、上田さんがねこの番組にゲストで来てくれた時に全然あの端っこの方に座っていて喋ることもなくね、はい、もうその時に上田さんがこの子すっごいうまいんだよってもうベタ褒めしてたんで、あじゃあ今度ねあのぜひアルバムが出るタイミングでとかって言ってたら、はい、なんと今月ねアルバムが4枚目のアルバムが出るそうでございますので、はい、このアルバム自体はまだ実は、制作の途中で。そうなんです、進行中でございます、ね、で、まあ、あのいわゆるマスタリングもしてない状況の中のものを1曲だけね、はい、一番最後におかけしますんで、はい、お楽しみにということで、じゃあまずご挨拶代わりに1曲目、はい、これを聴、はい、いていただこうかなと思うんでございますけど、じゃあ本人から曲紹介を。はい、私の前作はあの3枚目のアルバムなんですけど、2018年の7月27日に出しましたムーブオンというアルバムから、これはカバーソング名曲ですね、いろんな方がカバーされている曲ですけど、ベシー・スミスのナンバー Nobody Knows You When You Down and Out という曲をお届けします。はい、ではお聴きください。Now one penny
are down and die. ありがとうございます。結構アレンジして、こうやって聞いてる分にはさ、ネイティブに多少で、ね、多少ネイティブっぽいよねっていう感じ。あの英語の発音は、うん、あのよく褒めていただくことが多くて、はいはい、それはなんか前からそうみたいなんですけど、だから最初ね、だからあれ向こうの血が混じってんのかなと思ったぐらい。なんかよく言われます、それも歌とか聞くと、うん、日本の方ですかってでこの顔なんで余計に言われるんですけど、顔は沖縄顔だけどね。そうです、なんか南方系ってよく言われてなんかネタにしてます最近。まあまあでもそれ特徴があるってことはいいことよね、うん、そうですよね、うん、そう思えるようになりました。そうそうそう、はい、ある程度年を重ねてくると自分の良さが人から言われるってなんか認識していくことってよくあるじゃん、ええ、それに近いものがあるんだよっていう気はしますけどね、うん、はい、もうそう先輩にそう言っていただけると、もうこれから自信を持って。よしえちゃん何を言って上田さんがいいって言うんだからいいんでしょいや特に見た目に関してのあ見た目ね、いやいや見た目可愛いですよ。そうですか、うん、なんか誘導したみたいになっちゃいました、すいません。いやいやいや、されたんでしょきっとなんかそういう風に言えっていう風になんかフリップが出てるような。いやいや、もうそんなそんなもうえ上田さんって最近どうなの、もう元気にしてんのかな。ますますお元気で。75。そうです、この前七夕で75になられ て、 なて、はい、うん、なんかこうますますこうソウルフルな感じで。なんかね、僕一回ショートメールもらった時は喉がやられちゃってさとかって書いてあった。その時でしたっけ、うん、多分3月4月ぐらいかな、5月ぐらいかな。そうです ね、 ね、私も結構その時黄砂か何かがきっかけで、黄砂、うん、ひどかったです。1ヶ月も地獄の1ヶ月を経験しました。声出なくなったりとか。黄砂ってそんなに来る、横須賀方面。あ、結構 いますね。あ、そう、はい、黄砂にしろさ、コロナにしろ、ね、そうなんですよ。本当チャイニーズはねもうちょっと PM2.5 とかねもうなんかなんとかしてほしいな。だってもうマスクしたってね入ってくるんでしょ。そうなんですよ。なんていうの、
国のことをね、あのとやかく 言える立場でも何でもないんだけど一国民としてね、そうですね、なんとかしてほしいよね、うん、なんかいやもう人間としてぐらいの勢いですね出なくなっちゃうと思うこれ仕事にもね精神的にも来ちゃいますから ね、 ね、はい、結構多かったみたいで、ちょこちょこでもライブはやってるんですか。そうですね、ライブはもう割とツアー、バンツアーバン休みみたいな感じが多いですけど、はい、そうなんです。じゃあこれからまたツアーが始まる感じ、このニューアルバムを引っ提げてみたいな。そうですね、私はより一層上田さんのツアーもしつつ、私のアルバムのツアーもしつつ、忙しいでしょうね、うん、でも幸せなことだなと思います、うん、はい、これを一人のマネージャーがね足りてないになってるという、足りてないと思います、はっきり言いますけどできてないよね、はい、この場を借りて言いますけど、俺もそう思う、できてないどんどん言ってください俺も最初マネージャーだって聞いてたのに、うん、はい、あれ違うじゃんって、ね、本業は違うわけじゃん。そうなんです、ふわーっとしてるんです、こうふわっとしてるよね、その本業以外はこうオブラートに包まれて時々つついて破るんですけど私が、うん、確かに、はい、この人が笑い事じゃない感じになってきてますよね本当にでもこの人がまあ音楽的な、はい、そのまあエンジニア的なこと、はい、に関してはまあいやもう素晴らしいと思います。いないとできない、そうですね、ような感じなんですね。そうですし、ということは本当にマネジメントをする人がちゃんといないとダメだっていうこと、はい、その通りでございます上広はやらないのかな、ね、大丈夫ですか、その個人名出して。大丈夫よ先生上広呼んでる、呼ばれているまあまあそういう ね僕の昔からのお友達、いやもうお世話になって、このいただいた中本さんとのご縁も上広さんのからいただいたものですので、いやそうだから上広から話が来て、はい、上田さんこういうイベントやるんだけどさちょっと告知してくんないってこれいいよって、上田さん来ないよなとか、上田さん来ないんじゃないのとかって言ってたの最初は、はい、でメンバーのこの人行かせようかとかっていうか、いや俺その人知らないし上田さん行くって言ってる、うん、嘘、俺行けないんだけどさって、お前さそれはそれはおかしいだろってお前がいないでどうやって俺はさばいたらいいんだよいやいや俺行けないんだよ仕事が入ってて、それはお前飛ばせよそっちを、うん、って言って結局飛ばして、そうだったんですね、それは正しいですよね、そうそう、はい、でこのスタジオに入って、はい、延々来なくってすいません車でも電車でもダメっていう、道が混んでましてとかってね、そのふわっとした人から上広にこういうふうに来てるんだけどさ、まあでも上田さんじゃしょうがないよねっていう感じふわっとさせて、はい、そうなんですオブラートに包んだように、都合よく包んじゃいけないんで、でもねその時に終わってから、はい、で携帯教えるからって言ってすぐ教えてくれて、そうなんだ、そんな人なのって、なんか嬉しいみたいで、いやいやそんなことじゃん、そんなことしないよ普通は言うから、はい、そうなんだ、はい、そしたらご丁寧にショートメールが来てね、はい、LINE やんないんですかって、 LINE はやらない、うん、上広も LINE やんないんだよねあいつ、あそうなんですね、そう上田さんはなんか怖いみたいで情報漏洩とか管理で、結局上田さんが、まあ、こういうお話するのもなんですけど、うん、上田さんが LINE を使うにあたっては私が全部設定することになるので、うん、やったらしいよ、いやそれ やりますよって言ったら、うん、うーんなんとなく怖いからいいやっていうままなんですあのシャウトした声でそのしゃがれた感じで、しゃがれた感じで、はい、そうなんですよ可愛らしく言われちゃうと、うん、そうですかそうそう、それで上田さんの詩を待ってますというふうに、はい、伝えといてください。僕もあのショートメールではね4回ぐらいどうですかってふわーっとしたい、ふわーっと投げて、そちらもふわーっと、そう、はい、だってほら責められないじゃない、そうですよね、書いてよ曲って言われたから、はい、じゃあ上田さん詩書いてくださいよ、はい、もう書くわ、うん、言ってからもう半年以上経ちますけどね、正しくせっかく正しくオブラートに包んでいただいたのにまあまあ大丈夫より、ね、年がなかなか2つも3つも上の人にさ、ね、まして
上田まさきだよ俺からまだかよとか言えない言ってくださいもう今日言っとくんで私とんでもございません言えませんもう受けたまわりましたいやいやオブラートに包んで言ってね、はい、いやもう私がオブラートになるんで分かりました楽しみにしていますじゃあ2曲目ちょっとはい、はい、じゃあこちらも、ムーブオンという3枚目のアルバムからお届けしたいんですけど、はい、これはあのタイに行った際にっていうか、まあ、タイの方とコラボレーションを行ったタイに行ったタイって言いそうになりました、うん、確かに、ね、噛まないで言えたんですけど行った際にバレてました私の心がそうなんですよで、まあ、最初は確か日本に先に来ていただいたのかな確か先にあ先にタイに行ってましたっけタイに行った時に、うん、あのせっかくなのでタイ語ね、うん、あのコラボレーション何かできないか、まあ、セッションできないかということで、うんうんうん、あの上田さんとお話ししてたら、うん、インドネシア語はいいんだけどタイ語はちょっと俺難しいわっておっしゃられたんで、うん、じゃあ私チャレンジしてみますって言って、うんうん、であのタイ語でそのタイの方と一緒に歌ったんですよデュエットして、うんうん、でそれがきっかけでその方はもともとはサックスプレイヤーで歌も歌いながらなんですけど、うんうんね、そのコーミスターサックスマンという、 もうプーミポンさんにも認められた素晴らしいミュージシャンの方にゲストプレイヤーとして入っていただいた曲で、まずはそのオリジナルの曲の方からお届けしたいと思うんですけど、はい、ちょっとファンキーな曲をお聴きいただければと思います、はい、ウィピラップという曲ですどうぞ聴いてください、はい Shake it out, 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 shake
うん、ファンキーでいいよね。そうなんですよ、サックスが入ることでまたさらにこう、うん、厚みが増して、うん、やっぱりさ、ホーンセクションが入るとさ熱くなるしさ、音がね、いいですよね、かっこいい。これはじゃあタイで、はい、レコーディングしていただいたものを、はい、送っていただいて、コロナにデータでね、そうなんですよ、はい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 、コロナ前ですねこれは、うんうん、そうなんです、まあ、確かにそうだよね、今はねもうこんな時代だからさ、ね、その場にいなくても、はい、データで送ってもらってこっちでミックスすればね、そうですね、うん、まあ、なかなかあのファンキーでかっこいいな、本当素晴らしいんですよこのこうミスターサックスマって、日本でもよくタイフェスとか含めてよく来られてて、うん、ぜひも皆さんにも聞いていただきたいですね、うんうん、YouTube とかも結構一緒にやらせていただいたものとか載ってるので、うん、それ吉井ちゃんは何あの YouTube やってる、やってます、あ、じゃあ後で、はい、あ、ぜひアカウントを、はい、ぜひぜひ、なおちょんチャンネルもよろしくお願いします、あ、じゃあ私からまず先に、はい、なかなか1000人に行かなくてさ、今880人ぐらい、あ、もう一歩ですね、あと100ちょい、はい、なかなか増えないんだよね、うん、ひょんなことからって言いますけどね、ひょんなことはね、うん、やっぱり有名な人とそうですよね、そうコラボしたものとかっていうと、うん、あ、そうか、なるほど、すぐ2万3万とか行くんだけど、はい、もう回数は増えるんだけど人数がなかなかね増えていかなかったりとか、定期的にこう毎週やってる人っていうのはやっぱりこうなんか待ってるからそのまんま行くんだろうけど、不定期だからさ、はい、なかなかね、でも減らないだけいいかなと思って、確かにそうですね、減るとあれあからさまでなんか悲しくなりますよね、減るのすんごいへこむよね、一人減ってるみたいな、そうなんですよ、あれ結構ぐさっとくるんですよね、この間ので下の一桁が9だったのに今8になってる悲しいそうですね、そうですね、そうなんですよ、まあ、でも YouTube は楽しいけどね、そうですね、ちょっと新しい試みも今後やろうと思ってるんで、うん、なんかじゃあいろいろコラボしましょうよ、ぜひぜひ、ね、私でよかったら、はい、上田さんやるかな YouTube 連れてきますで上田さんもあると思います、あ、上田さんもあるの、はい、YouTube、はい、自分でやってないんでしょう、でですけどね、ね。まあそうか、はい、じゃあ後でちょっとぜひぜひ探してみましょう、はい、皆さんもぜひありましたこれ、はい、で、まあ、よしえちゃんの話へ戻ると、はい、兄弟は姉が2人で、あ、姉が2人、はい、3人姉妹です、お、末っ子なんです、はい、上のお姉ちゃん2人はもう結婚してるの、はい、うんうんうん、おいっ子めいっ子が可愛くて、うん、もうじゃあ家は当然出てるわけですねそうです、と今じゃあご両親、はい、とよしえちゃんと、はい、3人家族、そうなんです、なるほど、毎日どんな生活してんの、その仕事以外の時って趣味は何なの、趣味は私スポーツ観戦が好きで、うん、自分でやんないんだ、自分でもやります、あ、そう、観戦だけじゃなくてスポーツ全般が好きで、うんうん、で観戦はやっぱ野球とか大相撲とかプロレスとか格闘技そうなんですよ、マッチョな人が好き で自分でやるのはゴルフとか、うん、で最近ちょっと前やってたバドミントンとかやりたいなと思ったりしてて、うん、結構スポーツは好きですね、オリンピックもねありましたし、まあね、はい、サーフィンとかはやんない、サーフィンはないんですよ、海まあまあ近いんですけど、ね、近いよね、そういえばないですね、なんか似合いそうだけどね、そうですか、それまたこう南方的なサーフィン印象ですかねいやいやいやなんかさゴルフ、ゴルフ好きなんですよ、違います、ゴルフするようなイメージじゃない本当ですか、うん、でもうまい、好きなんですよ、なんとかこうそこそこ次の壁を越えたいんですけど、90の壁を越えたいんです、まあ、90の壁を越えるってことは90ぐらいで大体回るんだ、そうですね、はい、うまいんじゃん、どうなんでしょう誰かに習ったの、あんまり習ってないんですよ、見よう見まね、うん、とか本とか YouTube とか、はい、本とか見て、そうなんです、はい、なんかマーチングやってたからか、うん、なんかそのたまたまいた
そのゴルフ場とかにいるティーチングプロとかいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、になんか割といいスイングしてるねって言われて、うん、マーチングで体幹を鍛えてたのがもしかしたらちょっと、うん、影響してるのか、うんうん、ちゃんとあの振り子になってるみたいで。なるほどね、はい。まあ、でも女子の方があのこう振り抜くじゃん。そうですね、男は振り抜かないっていうかさ、すぐこうヘッドアップしちゃうからダメなんだよね。女の人って見てて綺麗だもんね、スイングが多いですよね、綺麗な方やっぱり、うん、で最近はもうだってプロもものすごいこう日本でだけじゃなくて世界で活躍し始めたじゃん。すごいですよね。まあ運動って言えばさ、オリンピック、はい、日本もすごいじゃん。すごいですね。なんであんなに東洋の魔女以来なんかすごい、うん、確かにすごいことになってるね、あの、はい、バレーボール。すごいですね。あとバスケもすごいし、はい、まあ、もちろん大谷翔平さんという ね素晴らしい人がいるから、大谷さんフィーバーでね、スーパーヒーローですよ本当に。俺もだから時計大谷さんのやつ買っちゃったもん。あら成功ですね。成功。いやでも買っちゃいたくなりますよね。わかります、すごく。俺別にそんなにファンじゃないけど、はい、あの前言ったあの 赤ね、はい、赤いチーム、はい、あれの時の T シャツ買っちゃいました。わかります。ドジャースの買ってないんだけど、ドジャースの買っちゃいたいですもん私も。なんかねバブルヘッドだっけ、あの頭がぐるぐるこうやって、まはいはい、動くやつ、はい、あれ欲しいなと思って。あれ家になんかコレクトしたいですよ ね、はい。いろんなのがあるよね。ありますよね。いいのかな、こんなそんな話してて。いいと思います。音楽の話じゃなくていやでもスポーツのあのなんか潔さとか、うん、こう爽やかさとか爽快さは、うんうんうん、なんかすごく音楽にもプラスになってるなとは思いますね、うん、なるほど。こうストイックにこう向かう姿勢とかはつながりましたけど、はい、じゃあ好きな食べ物は。食べ物、好きな食べ物はジャガイモが好きです、うん、あと生ハムとかイタリアンそれなんかそれ素材そのものでしょなんか素材じゃなくてさ自分でも思ったんですけど、うん、イタリアンが好きなの。ワインが好きなので、あワインに合うものが結構好きだったりしますけど。チーズ系も好きだってこと。はい、野菜がやっぱりすごく好きですかね。ああ野菜が、はい、野菜がっつってこうなんか首ひねったからさ、野菜嫌いなのかなと思ったね。ちょっとあのさっきの話の続きみたいになっちゃいました。なってはい、すいません。そうなんだ、はい。まあ、さつまいもだとこの川越っていうのが、ね、そうですよね、有名なんだけども、はい、じゃがいもね、はい、うん、じゃがりこ、じゃがりこ、そうですね、ポテトチップスとか、うん、あんまり食べ過ぎないようにしてますけど。やっぱり太る、太りやすいんじゃないですかね。最近食べる量がだいぶ減りましたけど。あれさ、ポテチってさ開けちゃうとさ全部食べきっちゃうよね。そうなんですよ。だからそれをしないように、うん、だからちっちゃめの口をこう締めるやつとか買って。あ、そう、ちっちゃめのやつ袋がいいんだよね、はい、プロ野球チップスとかですよね。そうそうあのハワイのでっかいやつあるやん。あれはもう波乗りの絵のやつ、はい、あれなんか美味しくてさ、罪悪感の塊ですよ。本当に食べちゃうわかります。でもなんか似合いそうですね、ハワイの。ハワイ大好き俺も ね多分30回ぐらいは行った。そんな行ってるんですね、うん、で一番長く行ったのが1ヶ月。いや羨ましい。4泊6日が普通ね、5泊7日とかじゃん、はいはいはい、で同じビーチに行くと、はい、毎日同じあの老夫婦がそこで座ってるのよ、あの、はい、木のところで、現地の方、うん、そうそう現地の人だと思うんだけど、はい、モーニングと言うとモーニングとか、はい、次の日また行くとモーニングとか、モーニングとか、3日目4日目5日目6日目7日目8日目10日目ぐらいに Are you local? って言われてさ言われますよねジャパニーズって、うんうんうん、って言われるぐらい。でハワイ行くとさすごいいっぱい直射日光すごいから、行く前は 3,4 回あの日焼けサロン行ってマシンに焼いてから行く。すごい
準備満タンで行かれるんですね。だって半ズボンで行って真っ白いのって嫌じゃん、はい、あちょっと恥ずかしいですよね。アロハ着てとかってさ、はい、なんかあれ嫌だから一応あの下地を作ってからでも本当にこう真っ黒でいる間は、はい、そのどっかのショップに入っても、はい、必ず英語で喋ってくる。そうでしょうね、うん、だからいやいや日本人日本人なんか佇まいもそんな雰囲気されてますよね本当、うん、ハワイっぽい、はい、なんかローカルっぽい笑顔の感じとかもなんかこうピースフルな感じで笑顔がハワイニコちゃんマーク笑顔がハワイです、はい、ありがとうございます。あそれいいな笑顔がハワイみんな笑顔がハワイだったら世の中平和になりますよ ね、うん、まあ、いろんなさ、うん、国が、ね、戦争を始めて大変でございますけど、はい、今ハワイさ高くていけないよ。その食事もラーメン3000円とか言ってましたよ。びっくりしちゃうよね、はい、もう本当にさどうなっちゃうんでしょう。どうなっちゃうんだろうね、うん、どうにかしてほしいよね。ヨシエちゃんどうにかしてよ。頑張ります結構な振りが来ましたけど、そうそう横須賀から愛を、はい、はい、さあ次の曲、はい、何しましょうか。次はじゃあ先ほどのあのコーミスターサックスマンが、はい、こちらもゲストミュージシャンで参加してくれた、はい、今度あのカバーなんですけど名曲を R&B の名曲1曲お聴きいただきたいと思います、はい、きっと知ってる方多いかと思いますけどグローバーワシントンジュニアのナンバーで Just the Two of Us、はい、どうぞ。On the window down the hall, it becomes the moon.
かっこいいね、このね、やっぱりサックスいいよね。素晴らしいんですよ、本当、うん、まあ本当にしびれる感じで、しびれるよね、はい、なかなかしびれるって言葉も最近聞かないけどね。ちょっとサバ読んでる風ですかね。横須賀の魅力って何？そうですね、やっぱり米軍基地と共存してる部分だとは思うんですけど、うん、頑張ってその戦艦三笠とかもありますし、うんうん、なんかこううまくこう元々あるものを生かして、海もそうですけど、あのいいものはこう変えずにいる部分っていうのはいいところかなと思いますね。まあ、スカジャンのね。そうですね、はい、スカジャンといえば横須賀のスカだからね。そうですよ、意外と知らない人多いみたいで。知らない人多いんだよね、はい、え、そうなんですかみたいな。そうなんですよ、そうだろうって、スカしてるからみたいな。なんかちょっとそうなっちゃうとちょっと若干ねあれですけど、ね、うん、え、持ってんの、ね、スカジャン持ってないんですよ。それ持ってないの、結構高価なんですよ、ね、あらあら。だからちょっとそろそろ作ろうかなとは思ってるんですけど、うん、オーダーメイドになると結構こうゼロが1個ずつ増えていく感じになりますけど、うん、確かに、うん、多様性はありますね、横須賀は。かといってね、なんか島村で売ってるようなねスカジャンもどきみたいなのは着たくないしね。スカジャンかスタジャンかみたいなやつですよね。そうか、すごい微妙な。そうなんですよ、それは言える。横須賀出身のくせになっちゃいますからね、ちょっとね。横須賀マンボっていうの昔あった、ね、あ、はい、履いたことある？ないです。あ、ないんだ、はい、なんで横須賀なのに。俺横浜なのに横須賀マンボって。ちょっと若干もうちょっと後の生まれだと思います。あ、はい、まあ、年は知らないけどいいですか。ご想像にお任せして。1900XX 年ね。そうです、はい、いいと思います。はい、もうね、30超えたらね、はい、もう年忘れましたっていいのよ。じゃあそれでいきたいと思います。30過ぎたらまあ30過ぎるよ、みんなね。そうですね、40になっても50になっても、だってそう、あんまり年のことをさ、こう女性も今は聞かないけど、隠すのもなんかちょっとね、変だよなとかと思うよね、うん、外人なんか全く関係ないからね、はい、むしろ年取った方がいいじゃんとかって、うん、思いますね。俺も16、17の時になんか早く大人になりたいなとかって思ってたけど、今から考えたら若い時の方がいいよなって逆にそう思うようになってきた。そうですよね、年取りたいなと思ってた感覚だって、あと何年したらもうね、うん、うん、さようならしちゃうかも分かんないけど、ね、いやいや、でもさよならする前にやっぱり会いたい人には会っておくべきだよね。そうですね、うん、そしたらもっとさよならが遠くなるかもしれないですし。そうか、はい、さようなら、さようならは5つのひらがな。はい、はい、勉強になりました。それあの、え、歌のタイトルにあるえ、あ、そうなんですか。さようならは5つのひらがなっていう。調べます、ちゃんと。そう、歌謡曲だからね、はい、はい、R&B とは全く縁もゆかりもございません。すいません、勉強不足で。カラオケとか行くの？あ、時々行きます。へ、この前女子大生に連れて行かれて、うもうすごいんですよ、パワーが。うもう椅子の上に立って踊っちゃったりとかするんですけど、だからなんとか喜ばせてあげようと思って、レディーガガを歌ったら大喜びしちゃって、踊りながらキャッキャ言って聞いてくれます。よかった、楽しんでくれてと思って。そういうのって動画で撮っとかないの？あ、撮りました、歌いながら。私こう大学女子大生のことを
あ、じゃあ自分をよ。自分ですか。こう おきっぱでさ。自分は自分の声が入ってればいいなって感じでした。あ、ちょっと恥ずかしいんで。なんかそれ YouTube にアップするとかさ。そうですね。でもなんか YouTube にアップするっていう前提になっちゃいそうで。本気カラオケで本気とか結構なんかあれじゃないですか。いやいや、カラオケ本気でやるでしょう。いいで本気出すと結構びっくりされるんですけど。演歌は歌わないの？演歌は時々歌いますよ。何歌うの？天城越えとか。天城越え隠しきれない。そうです、うん、あ、母が歌ってたんで。ああ、でも、でもお父さんはなんか歌謡曲の人になりたかったわけでしょ、はい、演歌系の、はい、方に行きたかったみたいで、うん、なんかさすがにお父さんの歌ってた曲は分かんないですけど、歌えないですけど確かに石川さんとか時々歌わせていただくことが多いですね。上田さんってカラオケ行くのかな。上田さんはめったに行かないです。行かないよね、はい、18番がでも一応あるんで。へー、なんだろう、あのご本人で聞いてください。俺結構行くとあの高子とかさ、ああいうの好きなんですよって言って、ああいうのを歌ってくださいよって言ったら、じゃあ作ってよっていう流れになったの。そうでしたね。そうそうそう、まあまあそれは置いといて、はい、さあ、ニューアルバムの話をちょっとしたいと思いますが、はい、これは、2024年の8月に今月リリースということで、はい、今制作中でございますが、はい、ざっと内容をちょっと。そうですね、今回のアルバムはちょっと今までのオリジナルアルバムとまたちょっと色を変えてですね、ほぼ全曲カバーの曲を入れることにいたしまして、まあ、自分のまあ今のまあ音楽、自分をこう形成している音楽の中にある重要な曲をカバーさせていただいて、バンドではなくピアノと2人で、本当に素晴らしい尊敬する大好きな酒井敦夫さんという、まあ、上田さんの R&B バンドのメンバーでもあるんですけど、と2人だけでほぼライブセッション的な感じでレコーディングをしまして、それを今のヨシエヌっていうことで聴いていただこうというコンセプトで作ってみました。一発撮りとかあって一発撮り4時間で11曲入れました。気がついたら全曲入るかはこれからなんですけど。なるほどね。もうぜひね、ちょっとこれ楽しみたいなと、はい、ぜひぜひ聞いていただきたいです。じゃあもうね、まだ初出しですよねこれね。そうなんです、まだ どこでも多分かかってないと思うんで、湯気が出てる状態だと思います。頭から、はい、あ、曲から曲から何や何かけましょうか。そうですね、この中でちょっとこれはこんなアレンジでなんだっていう、うん、聞いてもわからないかもしれない、言われないとっていうぐらいの、うん、曲なんですけど、まあ、お誕生日も同じですごく尊敬するアーティストの一人なんですけど、スティングのナンバーをスティング、はい、カバーして入れさせていただきました、大好きな曲なんですけど、Fields of Gold という名曲を、最後にお届けしたいと思います。はい、はい、ではお聴きください。
60分を締めるのにぴったりだね。ありがとうございます。いや本当にね、やっぱりピアノ1本とボーカルっていうのはさ、はい、ベーシックだけど、はい、すっごい難しいじゃん。そうですね、はっきり言うと、はい、リズム帯があるわけじゃないし、あでもなんかこうピアノとこう会話しながら歌ってるっていう感じだよね、うん、ピアノもだから歌と会話しながら弾いてるみたいな、はい、うまいこと言ったのかどうか分かりませんが、いやいや嬉しいです。そんな感じでございます、今日のゲストはあの上田正樹さんが日本を代表する、アジアを代表するアーランドボイスシンガーの上田正樹さんがベタ褒めをしていたという、プレッシャーですねちょっと吉江さんをお迎えしました。よしえ .n よしえん、これからまた、いろいろ忙しいと思いますが、はい、頑張って、やってやってくださいね。はい、ありがとうございます。また機会があったら遊びに来てください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。元にいて。
愛しているわ。あなたは言ったのに、港にかかる橋の彼方に行ってしまった、さよならも言わずに。